はい、こんにちは。ポケカのゲームがリリースされました。アイコンに、ヤドンちゃんがいる。このヤドンちゃん、尻尾の先が白じゃない。まあ、いっか。というわけで、プレイヤー名はもう変えられないんかな、これ。はい。30日間は変更できない。はい、了解です。選べないの？選べるか。では、ピカチュウ開けます。横になぞって開封。イグダ、パラス、ギャロップ、ウィンディ EX、5枚か。引き直しはできないよね。カードをする。こう。おお。かっけえな。ああ。この黒目のとこに注目してみると、キラカードで。へぇ。はい。で、どうしたらいいの？ああ、しまった。ピカチュウ選ぼうと思ったのに。戻れる？では、まあ、ミュウツーで。最強の遺伝子、ミュウツー。後ろ向いてるのがある。では、ちょっとひねくれて、この、あえて後ろ向きの子を、サイドン、シェルダー、エルフーン。これはスクショ。秘密の琥珀ラスト。はい。他のプレイヤーやフレンドが開けた拡張パックの開封結果が並んでいます。ほう。ゲットチャレンジでは他のプレイヤーが開封した拡張パックから
カードをランダムで1枚ゲットできます。他のプレイヤーがカードを失うことはありません。よかった。はい。はい。じゃあこの銭が目で。じゃあここでやった。これはどのくらいランダムなんでしょうね、このチュートリアルが。チュートリアルは終わりです。自由にプレイしてください。拡張パックを開封していきましょう。じゃあせっかくなんで次はリザードンを開けましょうか。また後ろ向きのやつあるかな。一つあった。では、ルーレット形式で今私目つぶってます。これ目開ける。これを開けましょうか。謎の草、甲羅の化石、ワンリキー、カツラ博士。お！これはいいのではなかろうか。地球を16時間で一周？すげえな。今更ですけど、これってポケカのゲームとしては遊べんのかな？このカードを集めて遊ぶゲーム、そのデッキを組んで、もう一回ルーレット形式でいきましょうか。今私目閉じてます。目閉じてます。ではこれで目開けます。コマタナ、ヤロップ、ニドラン、サンド、カメックス。これは、おもろいんか。はい、1パック開封をタップしてください。はい。1時間短くできます。はい。じゃあはい、次ミュウツーの開けたい。ミュウツーの開けたい。戻れる？あー、操作が
王冠、これはさすがに めちゃくちゃいいカードな気がするけれど、何匹が集まっているとそこに猛烈な電気がたまり稲妻が落ちることがあるという、はい、ほう、これは相当いいカードな気がするけど、その進化が分かんない。後で提供割合、一番下が、うわあ、ほう、 5%、 霞がいる。5% か。あ、でもこの王冠の子は はい。で、どうしたいの？どうしたいの？うん。はい。おお。あ、ラプラスいいね。プレイヤーレベルが3になると、バトルメニュー。はい、それでは。いろんなことがわかんないまんまですが、とりあえずピカチュウゲットだぜということで、この動画終わります。はい、ではでは。